こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は、エストニア、ね、エストニア法人を、作って、アマゾン輸出に取り組む前の、エストニア法人を作成する前の段階ですね。e レジデンスという、このカードを取得しないといけないです。そのやり方、前編でですね、まず、入力項目の説明なんかをしたんですけど、その後、決済ですね。ちょっとね、何度か不調で決済できなかったのがあったんで、無事決済できるとどういう表示になるか、それについてお伝えしたいと思います。まず費用ね、これ費用が出てきます。101.99ユーロ、約1万3000弱ですね、の費用の支払いをするんですけど、これがなぜか不調でした。で、おそらくね、この決済システムがうまく作動してなかったんじゃないかなと。ね、いうふうに思います。何日か前にやったらうまくいかなかったんですけど、昨日やったらね、あっさりうまくいきましたんで、単に調子悪かったのかなと。で、調子いい時どうなのかっていうのをですね、お伝えしておきます。まず、カード番号やらね、有効期限なんかを、入れてくださいという画面が出てきます。で、この時、一番下のこの欄にですね、メールアドレスを入れておけば、無事受付完了したか、あるいは受付完了してないか、それらの、通知が届きます。で、入力して、入力管理画面が出てきたら、このボタンを押すと。そうするとね、今決済してますよ。オーストラリアでやったせいかもしれないですけど、結構時間かかりました。ね、30秒以上かかりましたね。で、無事終わると、この画面が出てきます。登録終わりましたよという画面が出てきます。で、さらに、登録したメールアドレスにですね、この登録が無事完了しましたというメールが届きます。それから、支払いが無事受け取られましたという支払いの完了通知も届きます。この届いたで、メールを送っていただければ、無事、登録、申し込みが完了しているかどうか、ね、アドバイスできますので、もし自信がない方はね、この届いたメールを、つけてご質問ください。そんな形で、e レジデンスカードを取ったらですね、次には法人の設立に入ります。まずは、レジデンスカードの登録と支払いのご説明でした。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。